サッコリタスは、後口動物に分類される、絶滅生物の属であり、サカリタスコリナリアスの一種を含む。ラテン語で、カバンを意味する、サカスと古代ギリシア語で、シワを意味する、タウイオタ、リティスが語源である。コリナリアスは、ラテン語で、カンの意味である。約5億4千万年前のカンブリアキ・ホルツニアン期に、生き、この上門の中で確認された、最も古い種である。 化石は、イギリス、中国、ドイツの合同調査チームにより、中国の先制省で最初に発見され、2017年1月に公表された。サッコリタスは1.3ミ、mm、リメートル程度の大きさで、玉、または半球状の体に不通り合いな大きな口を持つ。体は、厚いが柔軟な上皮に覆われる。口の上に小さな節のある4つのひだを持つ。体の周りには、 放射状のひだのある円錐台形の八つの開口部があり、ボディーコンズと呼ばれる。また二組の小さな円形孔もある。このうち一組は広く離れており、ボディーコンズと平行に走っている。もう一組はより背面にあり、順線形の配列を形成している。校舎の組はおそらく合毛を格納であり、触覚の役割を果たしている。一方、 前者の組は接着粘液や配偶子のような内容物の放出部であった可能性もあるが感覚機能を持っていたと考えられている。体の中央部では前方にトゲが突き出ている。肛門があった証拠はなく消化した食物は摂取した際と同じ開口部から放出していたと考えられている。またはボディコンズの部分で水と一緒に排出していた。 可能性もある。しかし、化石に見られる強い折りたたみにより、この結論は暫定的なものに止まっており、発見に関わった科学者の一人であるサイモン・モリスは、チームが単にそれを発見できていない可能性があることを認めている。サッコリタスは、古虫動物のものとよく似た構造のボディコンズを持つことから、 アトクチ動物に分類されており、ハンラは古虫動物と関連が深いと考えている。下記がハンラの研究に基づく系統発生樹である。最初のアトクチ動物は一方通行の消化管を持つことから、肛門の欠如は雲人でに見られるような二次消失か、より原始的な左右層小動物から遺伝した共有原始形質である可能性がある。 砂流の中でうごめいた時に体を守る、厚くて柔軟な上皮や自身を付着させる背面の円形孔等の体の構造を持つことから、サッコリタスは小型訂正生物のような生活をしていたと考えられている。食事中は飲み込んだ大量の水がボディーコンズを通して排出されていたと考えられる。ありがとうございます。